クライペ将軍誘拐作戦とは、第二次世界大戦中に英国特殊作戦執行部がナチスドイツ支配下のギリシャクレタ島にて展開した特殊作戦である。1944年3月1日、ドイツ陸軍のハインリヒクライペ将将は、ギリシャ人に対する厳しい弾圧でその名を知られたフリードリヒ・ビルヘルム・ミュラー将軍の後任者として、 第22空輸不評師団の師団長に就任した。クレタ島で活動していた、ソエエージェントのパトリック・リー・ファーマー少佐と、ウィリアム・スタンリー・モス・ターイラは、当初、ミュラーの誘拐を計画していたが、クライペが赴任すると彼らは標的を、クライペに移し、そのまま作戦を展開した。クレタレジスタンスのゲオールディウス・ティラキスと、エマニエル・パテラキスらの協力を得て、ファーマー率いるソエチームは、 クライペの誘拐に成功し、また、ドイツ軍の捜索も振り切った。その後、ソエチームとクライペは、クレタ島を離れ、エジプトへ向かった。戦後、モスがこの作戦を題材とした、ノンフィクション小説、イルメット・バイ・ムーンライト、ザ・アブダクション・オブ・ゼネラル・クライプを表し、同書アートに、将軍月光に醤油として映画化されている。 1941年5月のクレタ島の戦いにより、英軍をはじめとする英連邦各国軍はクレタ島からの撤退を余儀なくされた。しかし、英軍正規部隊が撤退する中、英国特殊作戦執行部は、島内の赤梁山脈を本拠とする反独武装組織を支援するために工作員をクレタ島に派遣した。添え工作員らは情報収集、 武装組織への資金と武器の支援、残存する連合軍将兵の当該脱出の支援、などを主な任務としていた。1944年春、ソエ工作員のパトリック・リー・ファーマー少佐と、ウィリアム・スタンリー・モス員は、第22不評師団長、フリードリヒ・ビルヘルム・ミュラー将軍の誘拐計画を立案した。ミュラーは、残虐な振る舞いから、クレタの屠殺者の異名を持ち、 クレタ島の市民たちから非常に恐れられていた。ソエの計画では、クレタ島で将軍を誘拐した後に、エジプトカイロへ連行することになっていた。ファーマー少佐は、クレタ島市民への報復を避けるべく、可能な限り市民の協力を排して、英軍の単独作戦であるように見せかけ、無欠での達成を想定していた。誘拐チーム。右から、ティラキス、モス、ファーマー。 パテラキス、アントニオス・パパレオに出す。モストファーマーは、ドイツ軍の野戦服を着用している。1944年2月2日、ファーマー少佐、モスタイお及び、クレタ人、ソイエージェントのゲオルギウス・ティラキス、エマニエル・パテラキスは、航空機でエジプトを出発、クレタ島へと向かう。当初、彼らは、上空から落下山を用いて、 クレタ島への潜入を図る予定になっていたが、彼らの登場した航空機は悪天候から降下地点上空に長時間止まることができなかった。そのため、ファーマーのみが降下に成功し、残りの3名を乗せたまま航空機はエジプトへ帰島せざるを得なかった。なお、降下したファーマーはクレタレジスタンスとの合流に成功している。その後、モスラ残り3名のエージェントは、 航空機による侵入を3度試みたが断念し、最終的に2ヶ月後の4月4日に起動艇842号により、海上から上陸を行った。上陸した3名は、海岸にてファーマー及び先立って潜入していた、ソイエージェントのサンディレンデルと合流した。ところが、ミュラー将軍は2月15日付で、師団長の職をクライペ将軍に引き継ぎ、 ブルーノブロヤー将軍の公認たるクレタ島要塞司令官としてハニアに移っていた。これを受けてソエエージェントらは標的をクライペに変更し、作戦計画をそのまま実行に移すことを決断する。ソエチームには現地で合流したクレタ人も含まれ、例えばウォレス・ビアリーことアントニウス・パパレオニダス、ミキスことミカイル・アコーミアナキス、ゲオルギウス・シナラキスらである。 このうち、ミキスは司令官皇帝ビラ、アリアドニがあるクノッソスの住民で、彼の自宅は、ビラアリアドニと通りを挟んだ向かい側にあったという。その後、ソエチームは誘拐の実行に先立ち予備偵察を開始する。ファーマーは羊飼いに噴し、地元のバスに乗ってクノッソス及び、ドイツ軍司令部周辺の状況を確認した。偵察を終えたファーマーは、ドイツ軍司令部への潜入は、 非常に困難であると判断し、数日をかけて、クライペの行動を観察して、誘拐計画の詳細を決定していった。その計画では、二人の英翔校が、野戦憲兵隊の可視官に踏みし、検問に敵託途中のクライペの公用車を止めることになっていた。その他に誘拐チームメンバーとしては、イリアス・アターナサキス、エフストラティウス・サビオラキス、ディミトリオス・トゥザト・ザダキス、 ニコラウス・コミス、アントニウス・ゾイダキスらが選ばれた。1944年4月26日夜、二人の英将校は、ビラーリアドネの手前で将軍の公用車を止めた。そしてファーマーとパテラキスが、将軍の身柄を確保し、モスとティラキスは、警棒で運転手を殴り倒した。将軍と愉快チームを乗せ、モスが運転する公用車は1時間半をかけて、ヘラクリオンを離れ、 その間に22個の検問を通過している。その後、ファーマーはチームから離れ公用車の処分を行っているが、この際に誘拐はコマンドスにより遂行され、島民に対する報復は行われるべきではないという、胸を記した文章を社内に残していっている。ドイツ軍のパトロールによる追跡を受けつつ、再び合流した誘拐チームは山岳地帯を抜けて、島の南側を目指した。 南側の海岸では、デニス・キクリティラ少佐率いる、ソエ海収部隊とブライアン・コールマン邸長の機動艇842号が、待機し彼らの到着を待つ手はずになっていた。この脱出業の最中、ギリシア神話における、ゼウスの生誕地と伝えられるイディサンを抜ける檻に、クライペがホラティウスの死の一節を口にすると、ファーマーが続けて、 残りの部分すべてを読み上げたという話が残されている。後に、ファーマーはこの出来事を指して、共に同じ学問の泉に酔いしれていたのだと語っている。1944年5月14日、チームは南側海岸に到着して島を脱出、エジプトへと送られた。誘拐後もドイツ軍による島民への報復措置は実施されなかった。 これは1942年5月から6月に行われた特殊集停部隊による襲撃作戦の直後に50名の島民が虐殺され、さらに1943年9月にはミュラー将軍により報復措置が命じられたこととは対照的であった。1944年5月1日、クライペの後任がヘルムート・フリーベ将軍に決定する。クライペは 尋問を受けた後にカナダの捕虜収容所に送られウェールズの特別収容所を経て1947年に釈放された1972年にはギリシャのテレビ番組で誘拐チームのメンバーと再会している1976年6月14日に死去したこの作戦の成功を受けファーマー少佐は DSO を モス大儀は MC を受賞し1944年7月13日付の英国政府官報ンドンガゼッタに掲載された。1950年、モスはこの作戦を題材としたノンフィクション小説、イルメット・バイ・ムーン・ライト、ザ・アブダクション・オブ・ゼネラル・クライプを発表。1957年には将軍月光に醤油として映画化された。ありがとうございます。